文化部特派員宮田真奈も。皆様ごきげんよう、文化部特派員宮田真奈も、番組パーソナリティの宮田真奈もです。この番組はテレビライフ文化部特派員に任命された私がラジオを通じて様々なカルチャーエンタメを学び魅力を広めていくという番組です。いや、なんかここでだいたい今日のオープニングトークの、まあ、ネタが書いてあるんですよ。前回でやった、まあ、イベント盛りだくさんだねとか、秋どうですか、秋コーデできましたかとか書いてあるんですけど、今回もうすぐハロウィンですね。秋は夕暮れ、最近あった面白いエピソード、まあいい、上2つはまあいいでしょう、まあいいでしょう。最後の最近あった面白いエピソードは、これどの月でも使えるんですよ。これ絶対ネタ切れですよねって話してるんですけど、いやーね、絶対ネタ切れだろうな。で面白いエピソードか、なんかこの間一面で、高校の時の一面で定期的に集まってるんですけど、まあ、それでなんか、でもその一面ってまず高校生の時休みの日にみんなで遊ぶってなって、一回も5人いるんですけど、5人で集まったことないんですよ。一番多くて4人、少ないと2人とか、2人ってもう違うんじゃないかみたいな感じに思うんですけど、まあ、そんな感じで集まれなかったんですけど、まあ、で大学生の間も基本的に5人で集まったこと2回ぐらいしかなくって、社会人になって全員がこれはやばいと思ってみんなで集まるようになって、でスケジュールが合わせても3ヶ月4ヶ月先とかのなんか土曜日とか日曜日を抑えて、そこは絶対予定入れるなって言って集まるようになったんですけど、それがこの間開催されまして、人の家でやったんですよ。で家でやったんで、その、まあ、みんなラフにこうパオ会って言って餃子をみんなで作って食べる会をやって、その時にももちろんお酒とかもみんな飲めるんで入れるんですけど、私がワインこの間買ったんですよ。なんか4本セットのなんか某刀的なあれのコラボ的なあれでワインを4本買って、私ワイン飲めないんですよ。だからみんなに飲んでもらおうと思ってワイン持って、でみんなでこれ飲んでくださいって言って出して、それがコルクだったんですよね。でコルクだったんで、でもコルク抜くやつ持ってなくて、その家にもなくて、どうしようかってなって意外と調べて、なんか外にコルクを抜くやつ買いに行ったけど置いてなくってみたいなことをした結果、もうしょうがないからコルク中に押し込もうって言って、押し込んでもう中に入れちゃって飲むやり方があるらしくって、それでみんなでなんか棒を立ててカン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 ってやってコルクめちゃめちゃ押し込んだんですよ。で中にカンって押し込んだ瞬間にものすごい跳ねて、ものすごい跳ねて、なんかもう、しかも赤ワインだったからちょっとなんか事件現場みたいになっちゃって、なんかしかもその開けた子の顔にベチャってかかって、その子目に入るから目つぶったまま誰かティッシュってずっと言ってて、それはめちゃめちゃ面白かったです。私は特にあのもうその場にあんまいなかったんで被害ゼロでしたけど、なんか壁とかにもかかって、みんながなんかやばいクイックルワイパーとかなんか言って拭いてましたね。私一切何もやらなかったな。何もやらなかったの本当に。何してた？私多分その様子を見ながらお酒飲んでたあらとか言いながら、だから餃子食べてお酒飲んでましたね。あのそれぐらいです面白いエピソードまあまあまあ、マナモが楽しかった話ということで、それでは文化部特派員宮田マナモ、本日もよろしくお願いします。まずは番組宛に届いているお便りを紹介します。はい、うさぎのけらいさんからいただきました。ありがとうございます。
アナモちゃんごきげんよう、ごきげんよう。先週の放送で友達の小純な小魚くんが短歌を読んでいました。僕もヒューガの短歌甲子園を見に行って楽しかったので、その時のことを読んでみました。脳内であれこれ話そう思ったが、頭まっしぐ、マナモかわいい、マナモちゃんにばったり会って話せたりしたが幸せだなとか考えながら、ヒューガ市の短歌甲子園を見に行き、帰り際にマナモちゃんのサイン本を買ってたが、たまたまマナモちゃんが横を通り、お買い上げありがとうございますと言われる、まさに妄想通りの瞬間が訪れました。頭の中は真っ白で、気の利いたことも言えず、残ったのはマナモ可愛いの感想のみでした。ありがとうございます。すごい、まずすごい情報量。ヒューガまで来てくれたと。でマナモと、多分マナモも見に来ようかなみたいな感じで思ってくれた。でマナモと話したいなと思ってた。とりあえずサイン本買ったっていう、情報量がめちゃめちゃあるあのお便りだったんですけれども、あーなんとなく誰だかなんかぼんやりと思い出せるような気がする。まあまあまあ2日間あったんですけど、お買い上げありがとうございます。まあ言いましたね。あのそう、私の本も売ってたんですよ。なのでそれで見て、あのなんか買ってる方何人かいて、なんかでもあんまファンの方か分かんない時とかもあるんで、あのありがとうございますって言うか迷うんですよ。でも結構こういうのって、でもまあ作者なんでいっかと思って、ちょっとお買い上げありがとうございますって言ってみましたね。そうでもね、分かるよ。なんか想像するよね、もし会えたが、もし急にそのここで推しがいるって分かってて見に行って、会えて、え、なんか話せたらどうしようとかすごい考える。やっぱ考えるよ私も。え、なんかこれ言って、あれ言って、であの感想言う、あでもそんな時間ないかもしれないから、まあ、端的にこれ言ってとか言えないんだよね。わかるよその気持ち、ほんと言えんしょうがないよね。まあ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 、同じなんか気持ち味わってたということで、ありがとうございます。この調子で短歌も作っていってください。はい、たくさんのお便りありがとうございました。まだまだお便りは届いていますので、続きは会員限定パートで読みたいと思います。あなたのお便りも読まれるってよ。文化部特派宮田真奈も、文化的リサーチ。毎月テーマを決めて、文化部員の皆さんからおすすめ作品を募集するこのコーナー、10月のテーマは思い出の映画です。では早速紹介していきましょう。まずはこちら、リンネちゃんさんからいただきました。リンネちゃんからいただきましたかな、これ。3いるかな、いがないかな、まあ、どっちでもいいか。ありがとうございます。アナモさんごきげんよう。思い出に残る映画ということで、私の中で一番に思いつくのは劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦です。大好きな猫マとの決戦、息を呑むほどの名勝負、名場面の連続、何度見て何度泣いたかわかりません。わかる、ゴケツ。なんかそう、さっき話してたんだけど、あのゴケツって呼ぶのはオタクしかいないっていうし、しかもなんながで、ゴミ捨て場の決戦とも普通の人は言わない。みんな配給の映画って言うっていうのを聞いて、あの、そうだなって思いましたね。誰もゴケツなんて呼ばないんだって思って、そうかって思って。ね、なんかさ、なんていうの、いっぱいエピソードがあるとさ、それでさ、言うじゃん。でも映画ってなるとね、少ないからさ、みんなそうなるの。多分ね、舞台とかだとさ、いっぱいあるからさ、それでなんか私配給の舞台も見るんだけど、あのブルーレイとか持ってるんだけど、多分それで五欠って言ってたのかなって思いますね。でも本当に私猫もめっちゃ好きなんですよ。研磨が好きで、なんかいやめっちゃいいですよね。いやもうボロボロになって見ましたね。私は友達と見に行ったんですけど、もしかしたら今回はなんかこのサーブ入るかもしれないとか、ここをもっとこうなるかもしれないとか、ここ決まるかもとか、ここがなんか
いけるかもとか、そう、もうなんか今回はもしかしてみたいな思うんですよだからめちゃめちゃ祈ってた。なんかだってさ、しょうがないじゃんね、祈ってて。なんかしかも終わった後に2人で一番最初に言ったセリフが玉彦だったんだよね玉彦って言って、あの本当映画が終わって明るくなって立ち上がって2人で玉彦って感想として正解なのかみたいな感想が出たんですけど、いやーめっちゃいいの、見た、みんな見てる。でもさ、これ結末って言っていいのかな、解決してるし、いっかな、やめとく、ネタバレ、これネタバレなんかな、もうわかんない。でも私配給の話で言うと、配給の舞台ゴミ捨て場の決戦ブルーレイ買ってあってあるんですけど、まだ見れてないんですよ。見たら終わっちゃうからさ、見たらゴミ捨て場の決戦終わっちゃうから、無理すぎて、なんかもう終わってほしくなさすぎて、まあ一応ねそのなんかダイジェストの映像とか一生見てんの、本当にずっと見てんの、でも見れないの、終わっちゃうから、だって終わってほしくないの、無理なの、絶対に、無理絶対に嫌だ。だから今さ、新しいのさやってるじゃん、配給の舞台、今じゃないけどちょっと前やってたじゃん、それで五月やるまで見れないんじゃないかと思ってちょっとドキドキして、見たい、すごい見たいのにね。ビニールを剥がして眺めてはいるでも見る決心がつかない。いや、五月ね大好きです、映画もね最高ですね。はいはい、続いてチャスイさんからいただきました、ありがとうございます。まなもちゃんこんばんは、チャスイです、思い出に残っている映画は2008年に映画化された容疑者 X の献身です。ちょうど小学生の頃やっており、湯川学や石上徹也の天才っぷりに数学や物理できる人ってすげえかっこいいと憧れを抱いた作品であります。おかげさまで中学高校とともに数学や理科は楽しく勉強でき、高校では文系コースに進んだものの、一番得意な科目は数学というよくわからん状態でしたが、数学嫌いにならず、容疑者 X の献身見ててよかったなぁと今でも思ってます。マジか。すご。私、容疑者 X の献身だけは多分見たことある。だけど、別に理科一番苦手だしな。すごいな、それは。いやー、なんかでも私これが2008年っていうことに結構ショック受けてるんですけど、最近じゃない？そんな昔？そんな昔？2008年ってさ、私10歳だよ、私98年生まれだから、そっか、そんな昔か、マジか。いやー、ショック、なんかショック、悲しい気持ちになった今でも確かに私でも数学はそんな苦手じゃなかったんですよね。やっぱ容疑者 X の検診見てたからかな、絶対違うよな、それ多分他の科目が苦手だったせいだよな。いやでもこれ本当にめちゃめちゃいいんですよね、映画か、これ映画なんだ。ちょっと久しぶりに見直そうかな。なんか本では何回かまあ見たりとかするんですけど、映画をあんまりその見てこないので、ちょっと久しぶりに見ようかなと思っております。はい、続きましてもっちり梅の子さんからいただきました、ありがとうございます。まなもちゃんこんにちは。私がおすすめした映画はこれからの季節にぴったりなクリスマス映画、ポーラーエクスプレスです。クリスマスイブ、サンタさんを信じていない少年が特別な急行列車に乗ってサンタさんが暮らす北極を目指すという冒険の物語。幼い頃は私もこの列車に乗ると信じていて、冒険の準備をしてイブに備えていました。私はこの列車には乗れなかったけど、今でもクリスマスが大好きなのはこの映画の影響です。今年の冬はぜひこの映画を見て一緒にクリスマスをワクワクしながら待ちませんか。何それ、めっちゃいいじゃん。見たことないです、ポーラエクスプレス。なんかでも幼い子って子供も見れるやつなのかな、やっぱりクリスマス映画って結構ファミリーで見れるやつが多いからいいよね。
でもやっぱさ、なんか特別な列車とかさ、めっちゃロマンあるくない？なんかちっちゃい子がさ、そんな感じで、なんか特別な列車に乗るみたいな児童書かなんかを読んで、なんかそれで電車ってすごいなみたいな、いいなみたいな思ってた記憶はありますね。クリスマスのさ映画っていうと、私はもうクリスマスキャロルとかぐらいしか見たことがないから、ちょうど今の時期にさおすすめしてくれるとさ、クリスマスじゃあ何見ようかなとか計画立ててて、とってもいいですね。いやー楽しみ、これちょっと見てみたいな。なんかお家とかでみんなで、そう、私その一面たちで次クリスマスパーティーやることになってるんですよ。おでんクリスマスおでんパーティーするので、じゃあその時これ流しててもいいかもしれない。みんなでちょっとおしゃれじゃない、あまりにも女子会じゃない、映画見ながらおでん、おしゃれかな、ちょっとわかんないかも、ちょっと違うかもしれない。はい、たくさんのお便りありがとうございました。紹介しきれなかったお便りはこの後の会員限定パートでも紹介しようと思います。さて11月も引き続き思い出の映画についてリサーチするので、いろいろな作品を教えてください。よろしくね。お送りしてきました文化部特派員宮田真奈も、そろそろエンディングのお時間です。この番組は第2第4木曜19時からラジオ形式で配信、ニコニコチャンネル会員の方はこの後収録する会員限定パートも聞くことができるほか、抽選で1名様に私がおすすめの本と推薦コメントをプレゼントします。10月の推薦図書は雷と走るです。ここで私からお知らせです。お知らせね、プライベートな活動なんですけれども、多分11月2日にイベントがあってあります。こちら多分もうチケット売ってるのか、ちょっと本当にまだ分かって、昨日決まったばっかだからさ何も分かってないんですけど、多分今チケット好評発売中ですので、皆様もしよかったら来ていただけると嬉しいです。すごくラグジュアリーな、いい感じのポップなハッピーなイベントになる予定ですので、よかったら来てください。あとはそうですね、特に思いつかないので、皆様、公式の SNS 等ご覧いただけたら嬉しいです。はい、それではお別れのお時間です。お聞きくださりありがとうございました。この後の会員限定パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。